夏美んちへようこそ。平島夏美です。最強 DJ への道3歩目。朝起きたらこれが届いていました。私この MacBook Pro って USB つながらないことを知らなかったんですよ。このレコードボックスを使おうと思って初めて知って、今まで気にしたこともなかったから、なんでこれを購入したんで、早速レコードボックスとそれでつなげて音を出していきたいと思います。お、光った。はい、これチュートリアルがここに出てきました。チュートリアルを見ながらやってこう。キルキする。おお、ぽいぽい。まずはセットアップ編を見ていきます。あ、パソコンからは流れてる。パソコンからは流れてるな。ってことは流れてるのになぜかスピーカーから音が出てないってことですよね。なんだ。あー、これだ。これパワーオンにしてなかったです。それはダメですね。パワーを、パソコンうるさいから、よし、あれオンにしたのにならん。オンにしたのになりません、スピーカー。どういうこと。検索します。なんだろう、何がダメなんだろうな。だってこっちからは出るんだよ。パソコンからは出るんですよ、と。だからオン、オフじゃない、オン。なんじゃこりゃ。なんだろうな、なんかが足りない。確かに発見しました。発見した。これ前見たら、これ電源ここついてるじゃないですか。したら見て、こっちに、こっちにボリュームあった。見て、こんなところに。やってくれますわ。あ、あ、来た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 。あ、スピーカーのボリューム、そんなことある。スピーカーのボリュームができた。え、おお。しかもめっちゃ低音、超響いてる。ボリュームか。ほら。来たわこれ。で、あと、DJっぽい。ちょっとこれ近所迷惑にならないように、このぐらいにしておきましょう、音は。なるほどね。はいはいはい、できました。いやー、最強 DJ の道3歩目にしてようやく音が流せました。あー、やっぱチュートリアル大事だな。このままミックス編に行こうかな。よし、ミックスの動画を見る。現在再生している曲と次に再生する曲を自然につなぐことをミックスと言います。次のページがこの動画と同じミックスをしていきます。だって私できちゃうかも。左右のチャンネルフェーダーを下げる。クロスフェーダーを中央。はい、ビート SYNC ボタンを押す。右のビート SYNC ボタンを押してください。 BPM を自動に合わせることができます。画面中央の左右のプラッタ、え、待って、もう一回言いましてください。ちょっと頭バグいこう。うわ、 SYNC ボタン、右の、デッキの音量がヘッドホンから聞こえてくるはず。視聴後はヘッドホン Q ボタンをオフにして、ヘッド
本当だ。あの今そっちで流れてるのとは違うやつが聞こえてきてる。はいはい。じゃあこれ聞こえてる状態でいいんだ。おーすごい。ちょっと音上げたら分かりやすいかな。これ元のやつね。最強 DJ の道第3歩目、今回はここで終わりです。無事に音楽流せました。いやー、最初でスピーカーから音が流れない時はちょっとどうなることかと思ったんですけど、無事流れて本当にホッとしました。さあだんだんね、ちょっとずつ何がどうの機能があるのかっていうのをチュートリアルのセットアップ編で理解してきました。いや、めちゃくちゃむずいですけどね、全然覚えられてないけど、でもなんか5分の1ぐらいは何がどこにあるのか理解できたのかなって思ってます。さあ次はいよいよチュートリアルではパフォーマンス動画を見れるらしいんですね。まあそれを見て、練習したいと思うんですけど、何をどう練習したらいいのかちょっとわかんないので、その辺も含めて次回までにちょっと調べていきたいと思います。その練習を上げていこうかな。もう本当にね、皆さん褒めてください。コメント欄で私のことを優しく大人がせてすごいと頑張りました。では最強 DJ への道3歩目、これにて終わります。チャンネル登録高評価